ございます。ありがとうございます。なんか今ちょっと編集してた。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。おはよ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 うございます。はい、いきます。はい、押せない？しばらく時間かかるんですよ。え、閉まってからじゃないと。はい、閉まった。え、なんで動いてんの？なんで？どういうこと？これなんか反応がおかしいんですけど。あ、今日？いや、だいたいこういう感じ。こういうもん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ステージって1回？ステージ1回です。はい。あ、懐かしいな。あ、俺個人です。個人です。はい、ありがとうございます。お願いします。あ、タトゥーク下にパスワード。あ、あれ。はい、C の吉原です。うるさい向こうがね、あの楽屋、向こうの楽屋とこっちの楽屋とちょっと分かれてるんですけど、向こうの部屋楽しそうですね。ということでございまして、赤坂ブリッツの今楽屋にいます。ということは、今日が6月の30日赤坂ブリッツ、ツアーでいうとこの折り返しして後半戦の4本目ですねに当たるわけですけども、久々にちょっと日数が、まあ、4日間のうち名古屋、大阪、移動日あって福岡ってやってきて、でそれからこう空いて、しかもキャパシティがいきなり4倍ぐらいの大きさになると、ちょっと距離感大丈夫かな、お客さんとの距離感つかめるかなと、ちょっと戸惑いもあるんじゃないかなという、ちょっと緊張をしています。まあ喉の調子もそんなに最高にいいってわけじゃないかもしれないですけど、今回、本当に勉強になることばかりで、やっぱりライブはお客さんと作り上げるもんで、一人で歌ってるかもしれないけど、声出して俺だけかもしれないけど、それだけじゃないんだなと、ライブの良し悪しはそれだけじゃないということを、本当に痛感して、体感して、すごく楽しめてる、自分自身がすごく楽しめてる、ツアーになってます。で今日の赤坂ブリッツももちろん盛り上げていくんですけども、7月の5日、仙台、ファイナルを迎えて、そして追加公演の7月7日まで、やっぱりその気持ちを切らさないように、モチベーションを下げないように、そして体を壊さないように、頑張っていきたいなと思うので、皆さんぜひ遊びに来てほしいなと思います。今日も頑張りますんで、6月30日に来てくれた方、一緒に盛り上がったのかな、もう過去形なのかな、この動画は。いいライブ作り上げようと思ってますという宣言を今しときます。それでは、また、こういうコメントでお会いするでしょう。 C の吉原でした。どうも頑張ってきます。